中コンピューターチェック。チェックします。名前レモール、種別鱗怪獣、身長54メートル、重さ25000トン、能力口から炎を出す。ウルトラマンタロウと戦っているこのメモールは、かつて地球からドルズ星人に連れ去られた幼い少女の変わり果てた姿なのだ。 M88 星雲、惑星帝国ドルズ星に住むドルズ星人は、恐るべき宇宙の人さらいとして人々から怖がられている宇宙人だ。他の惑星の住人、特にか弱い子供や女性を次々と誘拐してはドルズ星に連れ帰って、恐ろしい改造手術をし、自分の侵略のための生物兵器に変えてしまうというとんでもないやつなのだ。メモールも人間の女性の姿で地球に送り込まれ、宇宙科学警備隊ザットの基地へ侵入。これを破壊するのが役目だったが、自分の幼なじみの温かい心に触れて我に返り、実際に計画を行うまでには至らなかった。だがドルス星人の埋め込んだタイムスイッチは容赦なく彼女を醜い鱗怪獣に変身させる。巨大な右手は何でも吸い付けてしまう超強力な吸盤で、1万トンのタンカー船でも楽に持ち上げて放り投げる。体中に生えた鱗はその一枚一枚が超高性能の爆弾で、TNT 火薬以上のすごい破壊力だ。一人の痛いけな少女をこうまでむごたらしい姿のサイボーグ怪獣に変えてしまうとは。メモールと戦いながらウルトラマンタロウは怒りを覚えたが、憎きドルズ星人は安全な宇宙の遥か彼方 M88 星雲の星に隠れ、決して自分自身は姿を現さない。メモールを元の姿に戻してやることはできず、かといって始末することもできず、ただただ宇宙の外へ送り出してやる他に何もしてやれないウルトラマンタロウであった。